はい、こんにちは、中学生のための漢方教室始めていきたいと思います。今日はですね、漢方薬の、効果の、早い遅いというかね、そういったところに焦点当ててちょっとお話ししていこうかなと思います。まずね、漢方薬ってなんかこう一般的なね、世間のイメージとしては長く飲まないと効かないんでしょみたいなのがね、よく言われるんですよ。お店でもね、やっぱり長く3ヶ月ぐらいとか飲まないととかってね、割とおっしゃるんですけどね。いや、そんなことを、そういう場合もありますよ。もうそれこそ3ヶ月どころじゃない、もっと長く飲まないとっていう場合もあるんですけど、それってやっぱり慢性的な病気の場合でね、長く長くこうじわじわこう続いてきた病気ってやっぱり治すのに時間かかりますよね。でも、ついさっきしましたみたいなね、そういう症状ってそんなにね、長く待ってられないじゃないですか。でもちろん風邪の薬なんかでもそうですよね。なんかついさっきから喉がおかしいんですみたいなね、さあ今から3ヶ月かけて治しましょうかって言ってられないから、もうパッとこう治すお薬あるんですね。そんなようなもので、今日はちょっとその風邪薬の話はしないですけどもね、急性の症状はパッと治るものがあるんですよっていうことをね、お話ししていこうかなと思います。で、今日お話しするのはね、どういうのかっていうと、日常的に割とありがちな、症状というのがね、打ち身です、ね、打ち身どっかへバーンぶつけたりね、私もありますよ。お風呂に入って初めてね、なんかあれ、こんなとこに青くなってるけどいつやったのかなみたいなね、あんまり覚えてないけど、なんか動き回ってる時にガンって言ってるんでしょうね。家の中でもね、椅子にぶつけたりとか、なんかありますよね、そういう時ね。で、その時はそれで そんなに大したことないからもうやり過ごすんですけど、後でそういうふうに見つけるってこともね、よくあります。で、あとはね、あんまりしょっちゅうないけど、捻挫とかね、そういうふうにそういうことになる場合もあるかもしれませんし、それからもうちょっとね、ご年配の方だと本当にちょっとしたところにね、引っかかって、こう転んでしまうというかね、そういうこともあるんですよ。で、若い方なんかはね、そんな転ばないようにぐっとこう足で支えることもできるんですけどね、やっぱりこうだんだんお年めしていくとね、筋力弱ってくるから、こうあって止まらないんですよね。もうとにかくバーンっていってしまうわけですよ。で、しかも手をパッとこうついたりできなくって、手が出ないんですね。で、顔からいってしまうというね、こともあります。だからうちのお客様の中でも結構ね、ここ本当にびっくりするようなね、紫色にバーってなってたりして、どうしましたって言ったら、いやいや転んじゃってねみたいなね、大抵そうなんです。なんかこうえらいことになってる人は やっちゃったんですよみたいなね、そういうことがあります。で、そういう時に役に立つのが今日今からお話をするね、漢方薬です。でね、ちょっとした打ち身でも、それからもうえらいことになったこの腫れちゃったりでもね、結局一緒なんですけど、おけつという状態になってるというふうに漢方ではね、捉えるんですね。で、おけつっていうのは、血の滞りが起きてるってことなんですけど、ちょっとした青あざも結局はバーンって打ったことによって、そこの毛細血管がね、破れて、で、内出血を起こしてるわけですよ。で、それがずっと長らく青い状態が続いてるってことは、そこに血の塊というかね、血管からこう出てしまった血液がそこにまだこう停滞してるっていうことなわけですよね。で、それってあんまり良くないし、早くそれが消えた方がいいじゃないですか。で、そういうのをこうお掃除してくれるっていうのが、おけつを治すお薬なんですね。漢方薬にはそういう、生薬にね、そういう働きのものがあります。で、それを具体的に処方というもので説明するとこういうものになりますね。
一番上経主伏両眼、それから2番目通動作、そして電七人次ですね。この上の2つはいくつかの生薬がこう組み合わさった、処方ですね。でこの一番下の電七人参っていうのはもうこの名前の通りです。この電七人参という、生薬だけです。ね。で、そうですね。これ、まあ一般で軽い状態だったらこれでいいんですけど、ちょっと状態ひどいなということであれば、通道さんなんかもね、これよりもちょっと強めのおけつを治すお薬ですね。これもまあ、おけつというものがあるであろうという症状にはよく使われるので、決してその打ち身とか捻挫とかの専門薬っていうわけではないんです。でもまあそういう時にもよく簡単に、気軽に使えるものとしてね重宝します。で一番下のね電七人参っていうのはまあこういう名前の人参なんですけど、よく間違われるのがこの人参っていうのだけパッとこう思うんですよね。そうすると、あ、朝鮮人参でしょっておっしゃる方が多いんですけど、朝鮮人参は朝鮮人参でまた別個であって、高麗人参とかね。これはね、あくまでも電七人参なんですよ。で、まあ、働きも全然違ってね。この電七人参は、そのさっきも言ったおけつ、ね、血の滞りみたいなのをこうきれいにしていく働き。それから腫れとかね痛みを取ったり、もします。それから、これはちょっと面白いんだけど血の滞りをきれいにするんだけども同時に止血をするんですよ。止血、血を止めるね、面白いでしょ。だからねそういうこう出血しちゃって止まらないぞみたいな時はねこういうものを使ったりとかね。なんかその例えば外から出てる血であればこれの粉をねそこの出血してるところにこうなんだろう振りかけるというかねそうすると止まるとかねそういうこともあるようです。で電七人参その止血ね、うん、でまあさっきも言った打ち身とか捻挫とか、そうですねたんこぶとかねそういうことにまあこういうものをちょっと、お家にね常備薬的に置いとくと、なかなか便利です。でそのご年配の方がねバーンと顔から転んでしまってこんな大変なことになってる時でもこういうのを使っていくと何もしないで自然に治っていくのに任すよりも早く、腫れとかもそれから青いねあざなんかも早く消えます。本当にきれいになるのが早いですね。で痛みも、楽になる腫れも早く引くってね結構いいことばっかりなんでまあこういうのをちょっとね覚えておいて、まあ、漢方の知恵ですね、として覚えておくといいんじゃないかなと思いますね。で最後に歯を抜くようなこともまああるかもわかんないですけどそんな時もね、こういうのを使っておくと腫れとかもね、マシだしから、まあ、出血とかがあった場合も早く止まるし、なかなかね、便利なものなんでねはい、ちょっと覚えておいてください。はい、ありがとうございました。今日はここまでです。またよかったらチャンネル登録もお願いいたします。